ノース c 級 n s 8 n s 級軟式飛行船とは、イギリスの軟式飛行船である。NS は、ノースシーの頭文字を意味する。本級はイギリスが建造し続けた軟式飛行船では、最大、最終のもので、第一次世界大戦中に、イギリス海軍航空隊が、軍務に投入した。本級の開発には、初期の飛行船が行った。 イギリス東海岸を離れての長距離紹介の運用経験が修正された。初期の問題にもかかわらず、NSQ 飛行船は南式飛行船の持つすべての飛行記録を破ってみせ、この型の飛行船はこの種類のものでは最も効果あるものとして考えられることとなった。まずは、イギリス西海岸を離れた長距離対戦紹介と輸送船団の護衛任務に就く必要があり、 その必要性は増大していた。これに応えるため NS 級飛行船が開発された。またこの形式の飛行船は主に北海で作戦行動を行ったグランドフリートとの共同を意図していた。1916年、イギリスの公式飛行船計画は効果的な飛行船を生み出すことができなかった。NS 級軟式飛行船は コースタル級難式飛行船の経験をもとに代用として開発され、また改善されたシースター級はより大きく全天候性と長距離性能を持つ難式飛行船として作られた。新規設計にあたっての主な要求性能は以下のものである。1916年1月、6隻の NS 級難式飛行船を建造するための承認が与えられた。 設計及び建造は、風半島に所在し、チャタムの海軍交渉からさほど離れていないなず、キングズノース航空基地で行われた。ケント州のチャタム交渉に置かれる模型。昇降だ、方向だの形状、流気した、船体長部等が分かるコースタル級及びシー、スター級と同様、設計グループのノースシーズは、アストラトーレス飛行船の設計規則を基礎とする。 トリローブ船体を採用した。この設計では、このクラスの船に対し以前から指摘されていた改善を全て取り入れていた。船体形状は全体的に流線が高され、1万立方メートルの容量を有したが、これはコースタル級の容量よりも相当に大きかった。6つのバロネットは総計で3600立方メートルの容量を供給した。 これは全容量の35.5%と等しかった。船体には4つのフィンが取り付けられていた。最上部の小型フィンは安定性を主眼とした。より大型の3つのフィンは同一の面積と形をしており、方向打と昇降打を支えた。当初、アルミ製の燃料タンクは船体上部の隆起した部分よりも上に配された。しかしタンクは、 形状変化によりアルミ製の燃料系統を破断させる原因となった。そこで後にこのタンクは船体内部へ置かれた。この球の最初のものは船体下部に吊られる2台の囲われたゴンドラを備えていた。一つは制御室、そして後部にはエンジニア室となっており、これらはケーブルで吊られた剥き出しの木製通路により連結された。制御室の形は 横断面において長方形をしており、長さ11メートル、高さは1.8メートルだった。これは対角線をワイヤーで張り締めた軽い交換のフレームから作られていた。ゴンドラの全部はジュラルミンで被覆され、残りは骨組みに布地を紐で縛り付けてカバーした。ジュラルミンの被覆はアルミニウムの代わりに選択された。アルミニウムと異なり、これは 海上の空気と海水の作用に影響を受けなかった。窓と幻想は両方とも搭乗員に光を与え、良好な視界をもたらした。制御室全部は広範囲にガラス張りが施され、操縦仕様のキャビンが形成された。このキャビンは飛行用の操縦装置のすべてと、後方装置、機関用テレグラフ、及び電線管を収容した。この後部は無線電信室であり、 10名の搭乗員が生活、または睡眠する設備は部屋のさらに後部に設けられた。無線設備に加え、通信種の区画にはオルジス島と国際信号機が備えられた。校舎は制御室から降ろすことができ、外国船舶と通信するのに効果的だった。エンジニア室は機関の制御装置を収容していた。またエンジン排気管のうち1本には料理のために、 フランジ様のホットプレートが取り付けられていたが、これを操作することができた。2機の発電機とバッテリーは飛行船の電気系統へ電力を供給し、これには照明、電話、表示灯などが含まれた。本級では、当初、1対の250馬力、ロールスロイスイーグルエンジンが装備され、どちらも流線形の覆いのついた動力室に据えられた。これは両方とも、 成功なトランスミッションを介して、動力を伝え、独立したシャフト上の直径2.7メートル4羽ブレードのプロペラを駆動した。最高で6個の230ポンド爆弾が積載でき、また最高で5丁の機関銃が装備された。コースタル級とシースター級難式飛行船と同様に、1丁の機銃は船体上部の銃座に取り付けられ、 当班用のシャフトを通じて到達できた。通常、上院編成は5名の2交代からなった。これは延長された紹介に必要だった。編成は、機長、副機長、総打手と副総打手、2名のオペレーター、2名の機関士、2名の機関重手から構成された。機長は、船の全体的な指揮を司り、工法、高度調節、ガス圧力制御は副機長が補助した。 総打手は他の搭乗員に対して責任を持っており、飛行船が地上にあるときは船の整備と管理を行った。航行中、総打手と副総打手は制御室の最前部から飛行船の操縦を行った。紹介中、機関重視は見張りの任を引き受け、また、コックとしても働いた。最初の建造例である NS1 は1917年2月1日に発、 飛行試験が実施された。予備試験では満足なものと考えられた。この船は速度時速8 0トルに達しており、そうだが容易だった。さらに2回の飛行試験が4月に実施され、2度目の飛行試験は、キングズノースからメーデンヘッド、ファーンボロー、ギルフォード、そしてまたキングズノースへ帰還するという長距離の重装往復飛行であった。 この飛行の成功の後、1917年4月18日、NS-1 は、より広範な試験のため、ノーフォーク州にあるイギリス海軍航空タイプルハム基地へ移された。次の数週間に飛行中に遭遇した小さな問題は解決され、それから6月5日に、全面的な耐久試験を行うことが決定された。しかし飛行中、ちょうど16時間を経過した時に、 プロペラ駆動軸中の一つの自在継ぎが破損し、飛行船はプルハム基地へ引き返した。あとの6月26日午前6時、飛行船は空に戻り、6月28日の午前7時22分まで退空した。飛行時間は49時間22分。この間に飛行船は 2472km を行動し、航行中には、些細な技術的問題だけが生じた。 これは当時、すべての形式のイギリス飛行船の最高記録だった。キングズノースで行われた NS2 の初期の試験も満足なものだったが、しかし6月27日、NS1 と同様の耐久試験の際に飛行船は操縦不能となった。船はガスを失い、サフォーク州、ストマーケット近辺に着陸を試みて破壊された。NS3 は、 キングズノースでの6月の試験に引き続き、1917年7月22日、この飛行船の運用上の根拠地となるなず、イーストフォーチュン基地にて11時間の連続飛行を行った。イーストフォーチュン基地でこの飛行船は、9月6日に NS1 と、また10月15日には、キングズノースからの NS4 と合流した。NS5 は12月12日にイーストフォーチュン基地へ。 向け出発したが、しかし、両原のエンジンが目的地の見えるところで故障し、修理を終えるまでに NS5 は1 6トルほど風で漂流した。この船の両原のエンジンは故障がちであることから、軽流状態で地上に留められることが決定された。この試みの間、NS5 は修理を超えて損傷を出した。ロールスロイス製のエンジン及び機関の取り付け方法と、 複雑なトランスミッションは絶えず問題を呈した。期間は長くて重い駆動軸によってプロペラと連結しており、駆動軸は軽く支持されたのみだった。これらのことから不適当な張力にトランスミッションがさらされ、また常に一番プロペラに近い自在継手が破断する原因となった。キングズノースの設計チームは急いで動力室と駆動ギアの再設計を開始し、 また同時に、イーストフォーチュンの技術者たちは、設計を改善する方法も検討していた。キングズノースでは、ロールスロイスのエンジンを240馬力のフィアットのユニットと交換し、プロペラを直結するというアイデアを考慮した。イーストフォーチュン所属の技術士官である、エース・アベル少佐及び、NS3 の機長だった、JS ホイールライトは、 制御室の位置を、機関室と同じ部位まで上げるアイデアを提案した。これらは、完全に囲われた一つのユニットとして成形され、全長は26メートル、また後尾に向け徐々に絞られており、エンジンの駆動軸に、プロペラが直結された。これと、他の小さな調整により、搭乗員にはより多くの部屋が提供され、快適さが改善された。 制御室の再設計はより流体力学的で、船体により近い位置を取った。空気抵抗の低減で最高速度が増し、軽量化ももたらした。また、故障がちなトランスミッション駆動軸の全廃により、信頼性が改善された。1918年1月、海軍本部は、これらの改修を、キングズノースとイーストフォーチュンで着手する許諾について、認可した。 これらの作業は4月初めには完了した。主として適切な選択肢の欠如から公的な関係者たちは初期の信頼性の問題と配備して最初の数ヶ月間で2隻を喪失したにもかかわらず NSQ の計画を続行し、さらに6隻が1917年11月に発注された。生産は戦争終了からその後のわずかな期間まで続いた。 NS3 の経緯は以下のようなものである。1918年3月11日、ホイールライト機長と海軍本部当局の継続的な指揮により、NS3 は試験飛行を正常に完了した。翌日、時速9 7トル以上の速度を維持しつつ、NS3 は8時間の試験を行った。この後、作戦任務を開始するよう非常に多くの要請が、 海軍本部に提出され、4月3日4分の3の出力で陸上を連続飛行できる許可が与えられた。NS3 はロングサイドからキングズノースへ飛行し、さらにイーストフォーチュンへ帰投した。これは1 3 1 3トルの工程を22時間で飛ぶものであり、当時のイギリス飛行船のレコードを作った。飛行中、両原のエンジンは完全な運転を続けた。 ただし、左舷のエンジンは壊れた発電機駆動ベルトを交換するために約5分間止められた。この際、右舷のエンジンは連続稼働した。4月17日、NS3 は最初の輸送船団の護衛を実施し、また4月20日から22日にかけ、NS3 はいくつかの輸送船団と共に55時間の飛行を完了した。 これは当時、いかなる軟式飛行船が達成した中でも最長の飛行だった。1918年5月の間に NS3 は130時間以上を飛行した。一度の紹介は33時間連続した。また他には20時間の紹介があったが、これは風が強くなるため基地に帰還せよという命令によって省略されたものである。n s はローサイスの近郊で、 グランドフリート及び沿岸陣地の対空能力の試験に参加し、5月31日、6月1日の夜間飛行の間に3000メートルの高度を達成した。これは南式飛行船にとりもう一つの記録であった。1918年6月上旬、NS3 は壊れてしまうか燃料が切れてしまうような速度で飛行船を牽引し、技術的可能性を調査するため、 駆逐艦ベクティスで、牽引試験を開始した。試験では、当初、ほぼ20ノットの速度に達し成功していたが、最後の構想で、NS3 は、海上に着水した。NS3 の最後の紹介は、1918年6月21日に、始められ、命令は、イーストフォーチュンから出発して南下する、スカンジナビア輸送船団を護衛するものであった。 NS さんは、アバディーンを離れて7時間後に輸送船団へ合流したが、その夜、天候の悪化から全速で基地へ帰還するよう決断が促された。しかし、1918年6月22日、ひどい乱気流とガスの欠乏が原因となり、飛行船は海上へ激突し5名が死亡した。しばらく後に、生存者は、駆逐艦猛威によって漂う残骸から拾い上げられた。 この9の回収型は、作戦任務により大きな価値を与えた。また、1918年11月11日に、アーミスティスで、旧戦協定が結ばれた時点では、6隻が基地で、運用されていた。NS7 及び NS8 は、イーストフォーチュンを基地とし、降伏したドイツの艦隊を護衛して、ローサイスへ帰還した。この間、n s 四、n s 六 NS11、NS12 NS はロングサイドから作戦していた。追加の2隻である NS14 及び NS16 はキングズノースにて建造途中であり、戦争終結後に進むぞらした。WK1 ォード機長の指揮の下 NS11 は初期の連続飛行記録である61時間30分を記録し、また NS12 の追加を受け、 飛行船によるノルウェーへの初の飛行を実施した。さらに、NS11 は1919 19年2月9日から13日に、かけ、約6 4 0 0トルをカバーする、機雷捜索の間に、101時間の連続飛行記録を作った。この後、公式飛行船である R34 は、この記録を破った。R34 は、イーストフォーチューンを出発し、 アメリカ合衆国のニューヨーク州ロングアイランドにあるミネオラへ108時間かけて飛行した。その直後、NS11 はこの記録を取り戻そうと準備する間に失われた。7月15日の早い時間、公式には機雷捜索のための紹介中、NS11 はノーフォーク海岸にあるクレーネクストザシーでどんよりした黒い雲の下を飛んでいるところを目撃された。そして、 直後に巨大な爆発音が聞かれた。加工し、炎上する飛行船の鮮明な輝きは数分で終わり、2回目の爆発の後、最後には海へ突入した。生存者は存在せず、また公式なサモン会議での調査結果は確定的でなかった。しかし他の可能性としては、落雷の命中が爆発の原因となっただろうことが推測された。 NS11 の損失の後、NS7 と NS8 のみは作戦についていた。NS14 はアメリカ海軍に売却され、残余は墜落、または除籍、解体された。NS8 は1919 19年10月に除籍され、この級の最後の船である NS7 の最終的な飛行は1921年10月25日に行われた。 NSQ 難式飛行船は、総数で14隻が建造された。長期の連続飛行と記録破りは、単に輸送船団の護衛任務や対戦作戦、他艦隊に付随して任務に就いた際に、通常の作戦飛行を行った結果であった。また回収された形状の NSQ 飛行船が成功を収めたことから、これらはおそらく、他の国によって生産された、どれよりも、 最良の大型軟式飛行船であると考えられていた。データはいかによる。諸言性能武装。ありがとうございます。